いや、ちょっと待って、これ、慌てて今、録画開始したんだけど、これ、前回開放されたカードショップ、買ってみたら、なぜか神が出たんですよ。まあ、どうなんですかね、今の環境だったら、今更な感じなのかもしれないんですけど、まあ、初代の話しか知らない世代にとっては、おいおいおい、マジかよって。こんな序盤のカードショップでこれが引けるのかって感じなんですけど、まあ正直ラーの抑止竜って使いづらいイメージはありますけどね。まあ一番使いやすいというか、まあスタンダードな使い方ができるのがオベリスクの巨神兵だと思うんで、あとオシリスは確か手札がいっぱいあればその分攻撃力が増えていくっていう仕様だったと思うんで、まあ、それに比べたらちょっとこれ分かりづらいというか、まあ、未だに個人的にこのカードの特性があんまり分かってないです。だから正直デッキに組み込むかといえば使わないかなって思いますね。まあでもなんか何事もなくしれっと出てきたんでちょっとびっくりしましたけど、とりあえず、ストーリーの続きをやりますか。その日の晩、遊戯たちが一休みして夕飯を食べていると、高校の友達、バクラがやってきた。焚き火を囲んで話していると、やがてデュエルの話になった。遊戯くん、僕とデュエルしないか？もちろんスターチップなんて関係なく。お、いいじゃねえか、遊戯。この島に来てからずっと真剣勝負続きだったしな。そうだね。気分転換に気楽なデュエルもいいかも。ふふふ。それは千年アイテム。ははははは。これは闇のゲーム。あっけないもんだな。謎の意志に取り憑かれたバクラは千年リングの力を使って遊戯たちの魂を閉じ込めた。あれ、そういえば、この時のバクラの声優さんって、松本梨香さんじゃないよな。違う人だよな。どんな感じの声だっけ？なんだろうな。ちょっと、形容しがたい。ちょっと思い出しながらやってみようか。いや、できないけどね。これで千年パズルは俺のもの。バクラが千年パズルを奪おうとしたその時、パズルが輝き始めた。パズルの内にある魂が目を覚まし、遊戯の中に姿を現したのだ。何？バクラ、お前の闇のデュエ、お前、えー、バクラ、お前、闇のデュエリストだったのか？一体何が目的だ？すべての千年アイテムを集めた者は、この世のすべてを我が物にできる。お前が勝てば、みんなの魂を元に戻してやる。だが、俺が勝った時は、お前の千年パズルをもらうぜ。なんか、ゆっくり喋ってたような気がするな、この時の、バクラ役の人。で、ちょっと趣向を変えますね、今回。とりあえず、ストーリーデッキとプレイヤーデッキを、1回ずつ使うことにしました。で、まずストーリーデッキでやってみます。まずこれは何でもいい。どうすっかな、高校にし様子見るか。ストーリーデッキっつっても、あ、じゃ、死者蘇生が2枚も出てきたけど、これいいのか。このカード2枚持ち、2枚デッキに入れるのってなんか違反だったりしないの？こいつはなんかリバース効果は結構使えるんだよな。とりあえずこうして、どうすっかな。このカードなんだ？相手の墓地を送られるたびに相手が、なるほどね。ということは、守備表示にしても迂闊にやられるわけにはいかないと。じゃあ、光の護風剣を使っとくか。え？マジかよ。
タイトルがメタルモールポットの罠だったもんな。まんま使ってきやがったよ、この野郎。どうすっか。サンダーボルト、これはもうちょっと敵のモンスターの数が増えてからの方がいいか。手札を1枚捨てて、うん、あ、こう使うならこれの方がいいか。あ、いや、死者蘇生がな、墓地に行かなければ。このカードを使ってブラックマジシャンを墓地に送って死者蘇生で召喚するっていう方法を取りたかったけど、それもできなくなったな。どうすっかな。自分フィールド上のモンスター1体をリリースして発動。使えそうで使えねえような気がするな、これ。メタモルポット、こいつはリバース効果だけだっけ。まあ邪魔くせえし、なんか上級モンスター出されたら面倒だから破壊しとくか。これ捨てよう。さて、ちょっとメタマルポットのせいでいきなりリズムが狂ったけど、あ、こいつのことだからもう1枚ぐらい持ってそうだな。さあどうする。ちょっと6のやついねえな。 なんでこれ何の特効果も持ってない弱いカードをなんで入れてんだろうな。とりあえず壁にしとくか。一食い虫。え？何ですか何ですか。ちょっと。いや。いやらしいコンボ使ってくんな。うん、どうするどうする。あ、いや、もういつもなんかもうしょぼいな。確かこいつなんか炎の剣士の融合素材だったよな。炎の剣士自体も大して強くないけど、ただ融合系モンスター。ああ、全部炎の剣士かよ。融合召喚まだしたことないからな。とりあえず守備のカード増やして、光のご風景はもう消えたと。あ、これ、あ、2枚揃ったけど融合カードがねえんだまだ。じゃあ相手のモンスターを全て潰して、でこいつのリバース効果を発動させ、死者蘇生で持ってくればいいか。でブラックマジシャンを、ここで召喚し、お、演出がある。え？ん？ああ、そっか。ああ、アドバンス召喚で費やしたモンスターも対象になるってことか、これは。死者蘇生で、さっきデーモンが墓地に行ったから、デーモン使おう。で、あのリバースカード気になるな。あれが何事もなければ、大幅に削れるけど、どうだ？おお、大丈夫だった。なんだ、こけ落としかよ。
まあ大丈夫でしょう、こっから。うん、まあ、うん、大丈夫だと思いたい。じゃあ思い切ってこいつも攻撃にしてしまおう。ええちょっと、ただなんつうかこのカード何なのよくわかんないけど、よくわかんないんだけど、自業自得、相手フィールドのモンスターの数かける500ダメージ。いやもうめんどくせえことしやがるな。よし潰せ。うん、うん、大丈夫か、うん、よしこれが通れば勝ちだ。よし、あれストーリーデッキで勝ったの初めてだったりする、もしかして全6人使ってなかったからな。闇の人格の最後のカードを破壊すると、バクラは闇の意志から解放された。大丈夫かいバクラ君。ああありがとう。その千年リングはどこで手に入れたの？僕のお父さんは考古学者で世界中を旅して回ってるんだけど、エジプトに行った時この千年リングと1枚のカードをお土産として買ってくれたんだ。お父さんにリングとカードを売った男が闇の世界の住人だったんだ。誰だよそいつ。闇の世界の住人、シャーディーか。別にシャーディー悪いやつではないからな。モル、あ、うん、新デッキレシピ、闇枕、心変わり。心変わりってカードあったよな。一食いもしたもうすでに持ってるな。ああちょうど来たよ心変わり。あれどんな効果だっけこれ。棺桶売り、うん、なかなかいやらしいカードだな。気になるな、どんなやつだっけ。心変わり、心変わり、ちょっと変だ、この辺か。あこれだ。相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェーズまで得る。ああなるほどね。あ、でもこれあれか、なんかなんか印ついてんだよな。なんか禁止カードか制限カードみたいな感じかな。他のカードはついてないもんな。じゃあ使用条件があるわけだ。よし、じゃあまあ、次はプレイヤーキラーと戦うわけですけど、ちょっとね自分のデッキでやりたいわけですよ。デッキの名前変えるかな。なんかいつまでもスターターデッキって名前じゃなんかしょぼいし、先行でいいよ。よし、自分で編集した敵がどれだけ使いやすいか見せてやりたい。あ、だからこれいきなりいけんじゃん。あ、まあでも先行は攻撃できないから、でもどうすっか。いや、なんか いきなり出してビビらせるか。こいつは特殊召喚枠にして、いきなり出す。ちょっとこの演出な、もっといろんなカードで見たいな。限られたカードでしか使えないんだ、ないんだろうけど。てか手札全部使っちゃったな。まあそうするしかないだろうな。
は？またあれか、観音きゅうり。ティラザウルスは別にステータス自体は高くはないし、ああそうなるんだね。チェーンできるなんかないよって。ああ、うん、ああこれ使わん方がいいな。普通に通るな。うん、まあ自分で作ったデッキは、おっとっと、ちょっと待ってくださいよ。いやひどい、なんてことをしてくれるんだよ。うん、あ、まあちょっと今言いかけたんですけど、まあ、自分で作ったデッキはまあ、こういう条件の強いカードを召喚しやすいような構築をしてはいます。そうだ、まあ条件モンスターも意外とこうあっさりサクサク出せてるんで、序盤は多分このやり方でゴリ押しできると思うんですけど、まあなかなか終盤だったりGX のストーリーなんかやるときは結構未知数になってくると思うんで、そのやり方はなかなか通用しないかなとは思いますけど、まあ、ちょっと当面はこのやり方でやって行き詰まるようであればちょっと作戦を考えていこうかなって思います。おお、来たよ俺のお気に入り。このターンで終わるだろ。うん、うん、やっぱね使いやすいわ自分のデッキの方が。結構手足のごとく使えるから。バトルパック、あれ電気とかあげてなんかちょっといい効果なかったっけ。そんなような記憶があるぞ。バトルパック、あ、こういうことね。これは一回やってみたけどなんかボコボコにされたからやってないんだよな。ゲットしたカードを電気トカゲ、なんか見たことあるんだよな。どこだ、電気トカゲ、あこれか。アンデッド族以外のモンスターがこのカードを攻撃した場合、そのモンスターは次のターン攻撃宣言できない。まあ、そこまでいい効果ではないかな。ちょっと微妙な気がする。まあ、使えるっちゃ使えるけど。あれ、これ、カードな、並び順、なんか入手順とかにできねえかな。なんかないな、入手順っていうのは。結構なんかいろんなカードゲットしてるんですけど、なんかまだまだこうこのカードにした方がいいんじゃないかなっていうものが隠れているような気がするんですけど、あんまり使いこなせてないですね。うん、ちょ、自分が使いやすいようなカードを突っ込んでるんで、こうなんかニュートみたいに四つ星で簡単に出せる
モンスターカードで攻撃力が1900あって、もうリバースで召喚した場合はプラス500の攻撃力を持つっていう。あ、そうだそうだ、そうそう、なんかいいものを確か手に入れたんですよね。カード名の順にして、どこだ、あったと、これこれ、黒き森のウィッチ。そうそう、ニュートを見てて思い出した。あのね、これ守備力1500以下のモンスター1体を手札に加えるっていう効果があるんですよ。だからニュートみたいに攻撃力高いけど守備力が低いっていうモンスター、なんならあのデーモンの召喚とかもあのこれで呼び出せるんで、そうそう、これは結構使えるカードのはずですよ。ちょっとこれ入れるかな。なんだっけ、あとキラートマトとかなんかそういうやつもなんか似たような効果があったけど、あれ確か闇属性限定だったかな。なんか代わりに別にあのカバンに戻すやつ、ちょっとこいつ微妙だな、こいつ外すか。で、ちょっとこいつ入れよう。うん、まずさっきストーリーデッキ遊戯のカードに入ってた、なんだっけ、あの聖なる魔術師だっけ、あれのリバース効果もなかなか使えるから、ちょっとカバンに入ってないんですけど、もしゲットしたらデッキに突っ込みたいなと思っております。まあまあまあ、この戦力だったら、うん、ペガサス島のデュエルは普通に勝てると思うので、まあとりあえずストーリーデッキも並行して使っていこうと思いますけれども、まあやっぱり使いやすいのはこっちですね。うん、じゃあまあ順調にデッキは強化できてると思いますが、まあ最近の、デッキ市場にはよあの明るくないので、まあ、シンクロ召喚とかも考えてみたら 5Ds やってたので10年ぐらい前だと思うんですけど、シンクロ召喚自体も今の環境では通用するものなのか分かんないですけどね、まあ、それぞれ特徴があるっていうだけで、あの通用するしないっていう意味ではないのかもしれないですけど、まあおいおい効果を理解して使いこなせるようになったら使っていきたいと思いますが、うん、当面はちょっとこんな感じの古典的な、戦法でやっていきたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。